お過しくださいました。まず、皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、この度、セデスの新明治キャラクターをお務めさせていただくこととなりました。川口春奈です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうですね、セデスといえば、やっぱりあの痛くなったらすぐセデスって本当にちっちゃい時から、皆さんもこう耳馴染みがある。あのサウンドロゴというか、キャッチフレーズだと思いますし、本当に長く歴史のあるブランドだと思いますので、とても光栄に思ってます。 CM ですが今、皆さんと一緒に拝見しましたが、はい、川口さんが宇宙から降りてくるシーンから始まってゆっくりと大地に降りていくあの姿がすごい美しくて印象に残りましたこの新 CM について川口さんご自身ではどんな感想を持たたれましたか撮影の時はあは本当にフル CG なのでこうグリーンバックで撮影していたので。 今今日私も初めて出来上がったものを見てすごく壮大な世界観になっていてあこんな風になってたんだというふうに驚きました。本当にすごい壮大う、はい、驚きました映画見てるよような感じでしたよねあの。川口さんが降り立った時に舞い上がるあの粒子は実はあの砂ではなくって一粒一粒が化学構造式で構成されているってこれすごいですね。 そうですね撮影の時はやっぱりそれがこう目に見えなくて想像でしかないんですけれども本当にすごい細部まで徹底してこだわっていただいているなっていうのをあの拝見しして思いました本当にびっくりしました本当に細部まですごい行き届いた映像だと思います。ははいいいありがとうございます、はいはいそして CM の終盤の方ではさまざまな人に囲まれた中で川口さんがこう優しい表情で微笑んでる姿、はい、あれもすごく印象に残ったんですがあのシーンは今回セレスが新たに発表したすべての人に優しく正しくあなたの痛みに合わせた医薬をというメッセージがすごく伝わるなという,ふうに感じたんですがいかがですか。がでですすそうね、やっぱりこう、まあ、頭痛の時であったりとか体のコンディションが良くない時って、まあ、身体的にもそうですけど。こう 精神的にも不安定なあのことがあると思いますのでそういった部分本当に痛いときこそあの不,安な不安をケアされるべきだっていうそのメッセージはとても共感でできますすねねそうなんですよ、ね、あのちょっと頭が痛いだけでもなんかイライラしちゃってでまたそのイライラしてる自分にこうまたイライラしちゃってみたいなことってあったりしますよね。はい、なのであので本当の あのコマーシャルでも言ってますけど痛みのプロ,ペプロフェッショナルとしてそうです、ね、不安とか痛みも含めてその人の気持ちに寄り添えるようなその不安を取り除けるようなものを表現できたらいいなというふうに,そういうになっております、ね、痛みだけではなくてその痛みに伴う気持ちにも寄り添ってそして深く考えるっていう姿勢が、はい、痛みのプロフェッショナルっていうことなんですね。うんうん ね、でも本当にその思いに共感いただいて、はい、その心を持って撮影してくださったおかげで川口さんの表情から今回の新ブランドメッセージがすごく伝わるというふうに感じましたありがとうございさて、ここまで CM のお話を伺ってきたんですが頭痛に関しても少しお話を聞かせてください。さ、はい、さんん頭痛に悩ままれるようななこっってありりすかうんなんかこうやっぱり 環境であったり季節の変わり目だとかこうちょっと鼻炎、花粉症のそういうシーズンとかは、うん、やっぱり鼻をかみすぎて頭が痛くなっちゃったりとか、うん、そういう環境の変化で頭痛が起こるこるとはあありますねねそうなんですよ、ね、あの寒暖差、特に今の時期そうですけども、うん、寒暖差とかと疲労とか緊張とかも頭痛の原因になるっていうふうに言われてますよね。はい 結構気をつけていらっしゃいますかあうーんまあでも頼れるところはしっかりお薬に頼って、まあ、できることはこうなんでしょう、まあ、天気だったりしたら天気予報とか見て体をもっとこう循環を良くしてというかケア体冷やさないようにとかそういう。 自分でできるようなケアというかいたわってあげることは意識しながら、まあ、上手に付き合っていけたらいいのかなというふうに思ってます自分を自分でいたわってあげるというのもすすごく大切なことですよね、はい、川口さんは健康のために普段からやっていらっしゃることってありますか、うん、でもやっぱり食事は体に入れるものは、まあ、ある程度はこう気をつけるというか。 あのなるべくこうナチュラルなものというか自然なものを口にしたりとか、まあ、お多く水分を取ったりとかそういったことですかね,、うん、ね撮影が続くとお弁当が続いて結構バランス調整大変でもそこもなんか自分の体と相談しながら、うん、機嫌を取りながらあまり無理せず。 まあちょっと気にするぐらいでやってますねああそうなんですね、はい、やっぱり何をするにも体が資本になってきますね、うん、そうですね、はい、本当にやっぱり自分を大切にしなきゃなっていう風うにすごく思いますね、はい さあ頭痛や健康についてなども伺いましたがここからはセデスのパッケージについてお話をしていきたいと思いますはい。セデスのパッケージは薬の情報や開封方法を視覚的や触覚的に伝えられるユニバーサルデザインに3年前リニューアルをしましたちょね、今日実物をちょっとお持ちいただこうと思います、はい、お願いしますこれですかねそうですねはい、はい、お持ちいただいてあの例えば、はい パッケージ前開きになっっているんですそうですすよそうね,ねやっぱなかなかないですし開けやすいですよねシンプルに。でこれパリパリって開けていただくと中にとても大きな字で分かりやすく書いてあるんですが川口さんちょっと皆さんに見せてていいいただいてよろしいですか、はい、もう開けたらすぐこういう風に用法用量がしっかり書かれてあるので分かりやすいですしお薬も取りやすいですよね。 うん、本当に今までねどうしてもこう横から開けるものが多い中で前開きしました、はい、そしておっしゃってくださったように本当に蓋の裏に大きな字でいろいろ書かれてるんですよね。うん、このひ工夫がねありがたいですよね、うん、そういう時って。やっぱりこうね痛い時とかって小さい字を見たりするの結構大変です,よ、ね、そうですね。はい こういうねシンプルに重要な情報が開けやすい蓋を開けたときにバンと書いてあるっていうのは本当に助かりますよね。あり,はい、ありがたいですで。そしてこのパッケージ、いろいろな取り組みがあるんですけれども、はい、この前開きに代表される工夫には、 正しいセルフメディケーションとして痛みに対して早く対処してほしいという思いが込められているんです。はいはい、でセレスハイシリーズの新 CM ではその思いに対して「早く攻める」と書いて辛い痛みに速攻と表現しています、うんうん、川口さんこの辛い痛みに速攻についてはどんな印象を持たれますかやっぱり辛い時は本当に当たり前ですけど早く楽になりたかったりとか。 あの緩和されたかったりすると思いますので本当にそこに関してはもう痛みを我慢することなくあのちゃんとお薬に頼って安心感を持って使っていただけるっていうのがすすごくありりがたいですよね,そうですねやっぱり、ね、体調を崩してしまった時にには無理ををしないように気をつけていきます、うんはいね、私もそうしていこうと改めて気を強く思いました。 さて今日はですねちょっと特別な企画も用意させていただきまして、はい、これからも痛みに苦しむすべての人に対して寄り添っていきたいということであのおなじみのフレーズ「痛くなったらすぐセです」にちなんだ企画をご用意いたしました、はい、川口さんにこのフレーズにちなんで「まるなったらすぐまるです」を考えてきていただきましたので発表いただきましょう。ははい、はい、ではお願いいでお願たします それでは川口さんのまるまるなったらすぐまるまるですお願いします。癒しの時間が欲しくなったらすぐキャンプですと考えました。おキャンプを好きなんですか。キャンプというかキャンプももちろんですけど自然というかねなんかそういうあのー、自然を欲してますね。うん、のなのでちょっと時間ができたりとか1日2日あれば。 あのそういう自然な豊かなところに行ってこう焚き火でもしてその火をじっと見つめながらもう本当にやっぱ自然の中に身を置くことで人間ですごくこういろんなものが何かこう解放されるような気がして最近はそういう時間がすごく癒しだなと思ってますじゃあキャンプでも割とみんなでワイワイとかっていうよりはこうじっくりと。 みんなと行く時間も楽しいですやっぱそういう場所に行くってだけですごくリフレッシュにもなりますのであまり一人で、まあ、愛犬がいたりするのでワンちゃんと一緒にこう、はい、お散歩したりもそうですけどなんかそういうところに身を置くことがすごくこう今の自分には必要なのかなというふうに思ってますキャンプで例えば釣りをしてそれを食事したりとか、はい、結構お料理に。 凝ったキャンプとかかもされるんですか、はい、料理はそんなに得意ではないのでもう本当に簡単なものを焼くとかお肉焼くとかちょっとお鍋するとかそういう感じですねあとは最近はその空間でサウナサウナ施設がこう併設されてたりとかするところもありますのでそういうところで汗をかいてなんかこう癒されるっていうのもすごい素敵だなと思います。 ということはあれですね。この癒しの時間が欲しくなった時、うん、例えばお休みが2日ぐらい取れた時は、はい、結構いろんな土地まで出かけて行かれるんですそうですね2日ぐらいあれば行きますね一泊とかで、えー、はい。そうなんですね、はい、じゃあもう川口さんにとってはキャンプというかこの自然と触れ合うことがもう今最高の、うん、本当に贅沢なことだなと思います、うん、そうですね、はい、そこでねリフレッシュをして また頑張るぞってなりますよね、はい。チャージされる感じがしますね。やっぱりはい。ね、いやすごい素敵な時間だと思います。ありがとうございます。今日は川口さんのまるまるなったらすぐまるまるです。教えていただきました。はいはい、それではムービーカメラの時間いただきます。正面ご覧ください。すみません。上手からいただきます。じゃあこちら目線お願いします。

ね、いやすみません。じゃあこちらすいませんお願いします。